罰ゲームじゃないんですか。違います。違いますか。先輩怖え。いやいや、俺はまだ何も取ってねえし、何も見ちゃいねえ、信じてくれ。さあ行こうぜ。頑張った俺。はい、ということで始まりました声優エンタメチャンネル。私 MC を務めております小田利光です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回から、ちょっと、冒頭の方の構成も少し変わりまして、ダイジェストがいっぱい流れて、こうちょっとねサウンドキャッチロゴも、変わったりして、プチリニューアルを果たしたという形でですね、このチャンネルもおかげさまで皆さんの、本当に好評な、いろいろコメントなどもいただいております。これからも進化していく予定ですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。というわけで、今回も素敵な卒業生ゲストをお呼びしておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。小林雄介さんです。どうもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ユーリンプロから参りました小林雄介です。本日よろしくお願いいたします。多少面識を持たせていただいておりまして。そうなんです。2年前ぐらいですね、ちょうどちょっと収録で、はい、でちょっとその後お食事なんかをみんなで、はい、行かせていただいて、まさかの個人で連絡先を交換していただくと、そうなんですよ。ちょっとそういうご縁もありまして、ありまして、すいません、じゃあのゆうすけくんで大丈夫ですか。あ、いや、もちろんそんな今日応援です。すいません、もう僕下の名前で呼ばれるの大好きなんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあちょっとこれで行かせていただきたいと。ぜひぜひ、ありがとうございます。思うんですが、よろしくお願いします。ゆうすけくんは一応この学校では専科の卒業生。そうですね、うん、週1回コース。僕はちょうどあの社会人をしながら通っていたので、はい、まあ、ちょうどいいコースが AMG にあるなって当時知ってたので、はい、もう結構なんだかんだ卒業されてからも時が経ってますよね。さっき聞いた感じだと13年前ですか。ひー、そんなにですよ。そんなになりますか。そう、まあ、つまり僕事務所に所属して13年ってことになるんですね、きっと。いやー、時が経つのは早いですね。早いですね。まあ、こういうこと言ってるのがちょっとおっさんくさいんですけど。よくないですね。いや、でももうしょうがないですからね。これもうみんなが通る道ですから。はい、わかりました。じゃあちょっと今回からどうぞよろしくよろしくお願いします。お願いしたいと思います。ということで早速今日もですね、はい、そのテーマからまず発表させていただきたいと思うんですが、はい、改めまして、はい、まあ、ゆうすけくん、はい、小林ゆうすけさんといえば、まあ、本当に演技派ということで知られているというようなことをちょっと一応データでいただいておりまして、いや、なんか、まあ、それに対して僕がはいと言いづらいので、そうですね、はいって、まあ、言っていただいて大丈夫だと思うんですけど、恐縮でございます。ありがとうございます。手元のデータですとですね、はい、もうこの第11回声優アワードの新人男優賞、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、でまたあの代表作なんかでちょっとご紹介させていただきますと、はい、リゼロから始める異世界生活、はい、こちらの方でですね、はい、クランチロールアニメアワードというこの世界的な、はい、ま、アワードの最優秀声優賞日本語部門受賞。いや、本当この仰々しい名前かなとも言えない、ね、まあ、そうありがたいことに、ね、まあ、やっぱり作品自体がすごく本当にクオリティが高かったですし、うん、絵を作られてる人も監督もそう、他のキャストもそう、もうみんなの力があってなんかこの賞をいただけたなっていう感じはあるので、皆さんのパワーをなんか、まあ、集約した形でなんか僕が本当代表でいただいたみたいな気分ではあるんですけど、いやいや、でもそれだけのことがやっぱりね、作品もそうですし、もちろんゆうすけくんの中の、まあ、そういう意味では技術ということもあって、恐縮です。じゃあやっぱりそんな素敵な演技力を見たいという方はやっぱ多いと思うんですね。ちょっとすいません、あのいきなりなんか罰ゲームもらってるような人の顔みたいになってません？大丈夫ですか？え、罰ゲームじゃないんですか？違います。違いますか？ちゃんとしたコーナーですから。あ、そうなんですね。発表していきたいと思います。はい、本日のコーナーは人気声優小林雄介のキャラクター演じ分け披露ということで。はいはい、これはなかなかのハードルですよ。言ってるじゃないですか。ハードルって。いや、まあまあまあ、そうですね、まあ、もうこのオファーをいただいた時に、なんか どういうことをやりたいですかって言われたんですけど、はいはいはい、まあ、正直僕あんまりそのバラエティとかが得意ではないので、はい、何かできることって言ったらやっぱ芝居しかないなと。かっこいいですね。ちょっとそれ だからなんか芝居系の何かをやりたいですって言った結果、すごくハードルが上がったものになったなとは正直思ってます。そんなん言っていただいたら絶対振りますよね。いや、そうですよね。もうちょっと考えとくべきだ。いやいやいや、でもこれ大事なことでですね、はい、なかなかやっぱり実際にこうご披露いただける機会っていうのは、
まあ、やっぱないのかななんて思ったりするので、はい、先輩怖えそうで、なんかゆうすけくんと絡んでるとすごい楽しくなっちゃうことありまして、まあ、でも、はいはい、一応アカデミックに発信していくこの番組ですから、はいはい、きちんとそういうところも踏まえた上で、はい、技術披露していただきたいなと思いますので、はい、ちょっとまず最初に披露していただくのが、はい、まあ、一応出させていただいているお題の中の、はい、いろいろなキャラクターを演じ分けていただこうという、はい、あ、そうなんですよ、こちらですね、健康の方がですね、はい、もうびっしり、はい、あると思うんですが、はい、ありますあります、本当にびっしりありますね、これちょっとよく選びましたね、すごいな、かなりあるな、なんか懐かしいな、なんかこういうのこの学校でも、ええ、ボイスサンプル僕たち自分たちで作る必要があったじゃないですか、作りますね、うん、その時の参考として、はい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 、なんか過去使われたものみたいなものがあったんですよ、でそれ見て練習とかしたりするわけでしょ、したし、そのうちの一つやっぱ抜粋して実際にボイスサンプルとして使ったり、うわ、そういうのから抜き取った的なやつですか、これ一応フリー素材からというふうに聞いてるんですが、はい、でも結構フリー素材でそういうのを元に作っていくなんてこともありますもんね、はいはいはい、そうですよね、じゃあちょっとその頃に戻っていただくじゃないですけど、はい、早速この後まずはこちらご披露していただきたいと思いますので、はい、じゃあ早速セッティングの方から始めていただいて、技術披露の方行ってみたいと思います、お願いします、はい、ということで、セッティングが完了しましたと、あれどうしました、え、どうしました今、なんかえ、この空間でこういう場に立たされると当時を思い出される、いや、そうなんですよ、なんか客席が見えるそうそう、そんな感じですよね、怖いわ、ということで、はい、今からセリフがちょっとこう結構何個もあるんです、はい、でこれがどういうキャラかっていう触りのお題だけ僕バッと言ってどうぞってどんどん振っていきますんで、的確に答えていただこうという、はい、じゃあ準備よろしいですか、お願いします、それでは行かせていただきたいと思います、はい、まず一つ目、スポーツ系の高校生、熱血なキャプテン気質、いきます、どうぞ、ついにここまで来たんだな、インターハイ決勝、夢にまで見た舞台、いいかお前ら、ここまで来たから上出来だなんて諦めるんじゃねえぞ、勝負はやってみるまでわからねえ、いくら相手が強くたって気持ちだけは負けんな、いくぞ、俺たちは強いさあ行こうぜ、はい、オッケー、しゃあ、さあ次のキャラクターどんどん行きます、はい、次は怖くとハイテンションな感じ、行ってみましょう、どうぞだから言ったではないか、勝負は初めからついておると、このわしを陥れようとしたばかりに痛い目を見るのだ、それをお主が知っていたかどうか、そんなことはどうでもいい、恨むのならば己の友人を恨むのだなあ、よっけ、さあどんどんいきますよ、で次はシチュエーションです、恐怖驚きのシーンということで、はい、行かせていただきます、はい、どうぞ、え、誰なんだお前、いつからそこにいた、その銃を下ろしてくれねえか、俺はまだ何も取ってねえし何も見ちゃいねえ、信じてくれ、このままここを立ち去れば何もなかったのと同じだろ、ちょっと虫が入ってきてそこに出てったようなもんだな、だから映るだけやめてくれ、お願いだ頼むよなあ、はい、オッケー、くー、さあいいですよ、どんどんいきますよ、次のシチュエーションです、怒りそして思いやりがある、そんなセリフいきます、それではどうぞ、なんでこんなことしたんだよお前、あいつの気持ち考えたことあるのか、なあ聞いてんのかよ、なんとか言えよ、ふざけんなよ、はい、オッケー、しゃあいいですよ、いいですよ、はい、よいしょ、来た、さあいよいよ終わりが見えてきました、はい、じゃあ行かせていただきます、次はズバリ少年です、こんな叫んだ後に、そうです、はい、容赦なし、じゃあ行ってみましょう、せーの、どうぞ、あそこに街の明かりが見えるだろう、父さんが死ぬ前に言ってたんだ、あそこには仕事がたくさんあるって、
きっと僕らみたいな貧乏人も雇ってもらえる。だから僕決めたんだ、あの町へ行くって。ねえ君も一緒に行こうよ。はい、オッケー。さあラストですよ。ラスト来ましたよ。もう一踏ん張り。最後のシチュエーションは最後の告白系です。行ってみたいと思います、はい、どうぞ。この世界で生まれて、この世界で死んでいく、つまらない人生だと思ってた。だけど君に出会えて少しだけ変わったんだ。少しだけ、少しだけど幸せな人生に変わったんだ。はい、オッケー。ありがとうございました。素晴らしかった。いやー、よかったよかった。じゃあこの後ちょっとまたセッティングを変えていろいろ伺っていきたいと思います。お願いします。はい、ということで改めまして、いやありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。素晴らしかったですね。頑張った俺。いや本当に、ね、本当にすごかったですね、はい、やっぱあの全力っていうのがなんか見ててすがすがしいですね。あ、嬉しい。もう本当僕力の抜き方が分からなくて。あ、そうですか。そうなんですよね、まあ、特にこう熱血系とか元気系をやると、うんうんうん、はい、もう息切れしちゃって毎回毎回。いやでもそれぐらい入るってことですもんね。まあ、そう、まあ、いい言い方をすればそうなんですけど力、はい、いやでも大事ですよ。やっぱ全力で思いっきりやるっていうのがやっぱ一番なんか基本かもしんないですけど、はい、めちゃくちゃ大事だと思ったし。ありがとうございます。あ、ちなみになんかちょっと感想じゃないんですけどね、はい、なんかせっかくですからやっぱ演じててどうなのかなみたいなところとかも軽くちょっと伺いたいってのがあって。あ、演じてて今のやっててなんか自分の中ではやっぱこれが楽しいなとかっていうのがこの中だとあったりするんですか。楽しい。そうですね、まあ、僕未だに高校生ってそういうのをやることが多いので、はいはい、あの少年ですかね、あそこに街の明かりが見えるだろうありましたね。なんかちょっと線が細い系の少年をやると、うん、あ、なんか落ち着くなとやっぱり普段やられてる役をちょっと似たようなところがあると、はい、ちょっと落ち着くっていう感じはあるっていう。そうですね、逆に普段やらないこう小悪党なんかは、はい、なんかどう持っていけばいいのかな、まあ、本当にざっくり思い浮かぶ悪党像ってのはあるんですけど、まあ、それをやるとザ・普通になっちゃいますし、俗に言うテンプレートという感じですよね。僕あの結構昔からやっぱテンプレートで読みたくないなっていうものだけはあって、はいはいはい、例えばその一番最初にやった熱血キャプテンなんかもありましたね、うん、多分本当に熱血でやるんだったらついにここまで来たんだなみたいな、もう最初からずっと張ってるみたいな。でもそれだと見てる方も疲れちゃうので、最初についにここまで来たんだな、インターハイ決勝夢にまで見たいって言ったのはもうちょっとモノローグチックにやって、はい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 、その後になんか全員に向かって言って、あのあと普通に行くと負けんなよ俺たちは強いってだけ書いてありますけど、そうです、ね、ここちょっと俺たちは強いみたいなこう全員でやった感を出して、そうちょっと一回砕けてよし切り直してさあ行こうぜみたいな、こういう持っていき方、うんうん、もう本当にいかにセリフごとにシチュエーションを細かく考えるかっていうのは昔からやってたし、それしないとやっててあんま楽しくないので。あ、すごいわかります。でも意外とそういう悪役は普段あんまりやらない。ザ悪役はやんなくて、はいはい、最終的に結局味方になるとか、うん、あとは悪党らしい熱意っていうのが実はそこまでないような悪党しかやったことがないんですよ。あ、でもなんかやっぱり人柄が出てる部分もあるのかななんてまあ今人柄とか、まあ、声質もあると思うので。もちろん質もね大事ですしね。あ、うん、まあ、だからいつかもう完全悪みたいなのやってみたいんですよ。おー、あ、それいいですね。そう、もう誰からもあこいつは擁護できないわっていうぐらいの悪者をいつかできたらまた役者としてなんか一つ幅が、はい、広がるんじゃないかなとは思いますね。あ、でもそれ見てみたいですね。いつか何卒お願いします。夢が何でも叶う、夢を夢で終わらせないってな会って困ることなんかねえんだろうがよ。